皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、草刈り機、ナイロンカッターを使った時にですね、草のカスがいっぱい飛んでくる。で、大きな、飛散防止カバー、赤いのをつけてるんですけれども、それでも飛んでくる。多分下からね、ブワッと巻き上がってくるんやと思うんで、スカートをカバーの下につけていこうという作戦です。これは車の、フロアカーペットっていうんですか、100均で買ったんですけど、後ろの席に積んでたんですけど、もう使わないのでこれを使います。で、この今細く切ってるのは補強材代わりにしようかなと。で、カバーの下にこんな感じでつけてみようかなと思ってます。まあ薄っぺらい素材なので重さは全然気になりません。まずドリルで穴を開けて、しっかりネジ止めしていきます。ここかな。で、この上から補強の、カバー補強材をもう一枚重ねて、ワッシャーをはめて、ナットを締める。こんな感じですね。で、しっかりねじ回しでドライバーで締めていきましょう。これで1箇所完成ですね。で、4箇所ぐらい止めていきます。穴を開けて、ボルトとナットで締め付ける。あと2箇所。最後、穴を開けてボルトとナットで締め付ける。ドライバーでキュキュッと締めて完成です。こんな感じですね。ここで下から飛び出してくる草の粉みたいなのをこうせき止めてしまおうという。こんな、場所につけます。シャフトのちょっと上ぐらい。じゃあどんな感じになるか使っていきましょう。このコードはね、ナイロンカッター、普通のやつと、スチール入りナイロンカッター、それと、ガラス線入りナイロンカッターっていう3種類をね、切り比べしています。このね、耐久性も動画をアップしているので、ぜひご覧ください。ということで、まあここはゆっくり買ってるんですけれども、下のビラビラがきっちり草のカスをガードしてくれてます。もう全然足元に草のカスが飛んでくる気配がありません。で、ちょっと高めに切ってるんですけれども、地面スレスレで行った時も、小石とかがね、飛んでくるんですが、それも防いでくれます。
まあ柔らかい素材なので地面に引っかかって、飛散防止ガードの角度が変わってしまうなんてこともありません。もう黒いあのスカートをね、こすりながらホイ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 振り回してるんですけれども、全然軽く、草刈りができます。この辺も切っていきますね。こういう草の伸びたところをナイロンコードでやると、もうあの粉がいっぱいズボンに飛んできて、長靴なんかもね、もう粉だらけになるんですけれども、粉っていうか草のカスですね、全然飛んできません。この辺ももう少しやっていきましょうか。こういう背の高いのもちょっといっときましょう。ここは一つ下の段から生えてるので、下から作業した方が早いんで、この辺りの部分を買っておきます。草が飛び散ってるのが、見ていただけると思うんですけど、こっちの足元の方はきっちりガードしてくれてます。ということで、どうですかね、全然草が飛んできてないですよね。綺麗なもんです。サイズもそんなにバカでかくないので、操作の邪魔にはなりません。ただね、上の方にね飛んでくるんですよ。これが宿題ですね。上の方の、カバーをどうしようかなと。ということで今回は大成功でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。